はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。サボティア実況プレイの第16回目です。前回は敵の魔の手に落ちたベロニクさんをですね、カラクも救出したというところで終わっておりましたので、今回はその続きからもみじ台でいきたいと思います。で、一旦ね、カタコンベ、こちらの地下の拠点に戻ることでストーリーが進行いたしますので、入っていきましょう。ズブズブと。ラガニーク。But how? If you are here to bask in my gratitude, I've come to warn you. Somebody's been talking to the crowds, Luke. You need to call off this crazy plan before it's too late. It's already too late. There won't be another chance like this one. We must see it through, no matter what the cost. You're gambling with other people's lives. We have been gambling from the beginning. Are you coming? Now, the Aurora's frame has been loaded with 80 kilograms of high explosive. The blast will be heard across the city. That will be the signal for attack to begin. We will strike simultaneously at these locations. What is our plan for getting the driver out? There isn't one. Once the race begins, he will be on his own. But I don't see the Irishman here. Who will drive the Aurora? That honor will be mine. Sean? He once told me never to throw my life away. We were talking about revenge. This is something different. I can see your point. But you're forgetting one thing. I'm the one that started this race, and I'll be damned if I'm not the man to finish it. Take Vittoria and the Kesslers to the Bell. The Russos will know what to do. You can see the Aurora from here. We will be watching you the whole way. I am proud to call you a friend, Signor Morini. When this war is over, you will be honored as a hero of my country. In that case, you better make sure they get me name right. John, is that you? What the hell are you doing? Taking care of some unfinished business. さあ、それではね。ついに因縁のね、戦いのケチャップをつける時が来ました。生まれ変わったアムロラーさんとですね、共にジュールさんのね、弔い合戦に行きましょう。邪魔です、邪魔です、邪魔ですよ。で、まあね、このパリの市街地を走るというかなりコースが狭いんですけど、私とね、このアウロラさんのスピードを持ってすれば、まあ、サメ姉妹ですね。もう簡単にね、決着がついてしまいます。あまりにね、ぶち切ってしまいますと、ちょっと面白みがないですから、ちょっと遊びながら、ね、やっていこうかなと思います。別にね、苦戦してるわけでは全然ないんですけど、邪魔ですよ。危ない。あ、危なくない。全然危ない。全く危なくない。なんかこう司会の人、アナウンサーの人結構煽ってきますけど、できるだけこう直線シーンではですね、溜め込んだニトロとかも使っていきたいなと思うんですが、ずいぶんね、こう全体的にプロパガンダ臭いというか、やはりね、第三帝国のためのレースって感じはしますけど、危なくない。危なくない。全然危なくない。なんだこいつら。
なんでこんな狭いコースでレースしてるんでしょう、この人たち。頭おかしいんじゃないかと思いますね。もうちょっとね、開けた場所でやりましょう。もうちょっとね、開けた場所でやってほしいなっていうのがあるんですよ。んで、今12位ですか。だいたい1周目終わって2周目に入るぐらいまでの間に個人的には10位以内に入ってるとありがたいって感じなんですが、どうでしょうか。それぐらいまで行けばある程度ね、勝てる見込みが出てくる。見込みじゃないですよ。もう 100% 勝てるんですけど、100% 勝てるんですけどね、私の腕を持ってすれば。若干ね、厳しくないけど、厳しい時もあると。あ、いかない。完全に今ボタン間違えましたね。そんなこんなで、ね、すごい歓声は聞こえるんですけど、人の 声はすれども姿は見れず、非常にね、閑散とした街並みに私の目には映るんですが、きっとこれなんかの幻かなんかなんでしょうね。ちょっと周りを見る余裕がないだけなのかもしれません。背景にエッフェル塔が、ね、見えてきました。もうちょっとすると2周目に入る。で、10位ですか。まあ、ちょうどいいといえばちょうどいい。さあ、このね、川沿いのストレートを抜けると、これで2周目ですかね。はい。まあ、大体10位以内ということで、ちょうどいいっちゃちょうどいいですかね。思ったよりも後ろとの差ができて、まあ、クラッシュなんかするわけないんですけど、私がね、クラッシュなんかするわけないんですよ。これで9位ですかね。Meanwhile, rookie driver Rolf Becker is coming on hard, cutting his way towards the front of the pack. ダーカーさんがどうやら先頭を走ってるんですが、ロルフ・ベッカーで誰だと思ったらショーンさんの方でした。ついぞ、偽名を使ってるってことを完全に忘れてました。どう考えてもさっきね、ダーカーさん気づいてましたけどね。まあそこら辺は、あえて泳がせていただいたと。ありがたいというか。まあまあ、ちょっとね、油断してるところがあるのかもしれませんが、ちょっとね、その鼻っ柱もどうにか折ってやりたいなと思いますけれども、そんなこんなしてる間にいつの間にか6位になっていたと。まあ、私ね、完全にもうレース中で喋る余裕ないんですけど、おっとPryman, where are you? Defending me! They found us, Devlin! They're trapped! For the love of God, these people are under attack! No! Pryman, are you there? Pryman, damn it! God fucking damn it! Hold on, Yosef. I'm coming for you. Just a few minutes is all I need.ブライマンさんたちが危ないですね。このままでは非常に危ないです。ただ時間がありません。レースが大詰めです。おっとっと、邪魔だよお前ら。そうどもな、お前らの相手をしている余裕はない。やばい、時間的にも尺的にもやばい。そして何よりブライマンさんたちがやばい。さあ、急がないとまずい。ベルにすぐに向かっていきたいところなんですが、今ね、このナチスの完全な、ね、包囲網が完成してますので、
で、この状態のままですといけません。なので、ちょっとね、おっとっとっと。一旦ね、これを巻かないといけないんですね。ただ、いかんせん。これね、コスコス隠れてる時間もないんで、おっとっと危ねえよ。戦車ごときでションさん止められると思ってるんですよ、こいつ。舐めるのもいい加減にしてください。ちょ危ないです。一旦ね、とりあえずは、かっちり、ね、始末をしてからせないですね、それが一番手っ取り早いです。なんだかんだ。よいしょ、行くよ。さあ、とりあえずは、一旦記事を開始します。邪魔ですよ、ナチコード。よし。一旦掃除できた。こっち側はどうだ？こっち側はそんなにいない。反対側です。大体反対側に集結してくる。まあ出血もさせますけど。こいつらとりあえず片付けましょう。OK、邪魔なんですよ皆さん。はいはい邪魔です。テラースカットがね、ちょっと出てきそうなんで、めんどくさいんですよ。おっと、来た。はいはい、邪魔ですよね。まとめて破壊します。さっさと死んでください。テラースカット。邪魔です。OK。一旦綺麗にね、片付きました。さて、それではね。もう争いは終わりましたよ。で、ちょっとこの車が厳しくなってますね。ちょうどいい感じに止まってますので、お借りしていきましょう。よいしょ。ゲートマン、コレクションない車。ちょっと今コレクションうんぬんで気にしてる必要性はないというか、時間もないので。素通りしていきましょう。来た。さあ、ベルに戻りましょう。Vittori! Sean!You're alive. They took the Kistlers. It's all right, Vittori. Santos. He was helping them. Must warn the others. I will. Just as soon as we get you out of here. Sean. My son.ショーンさんのまたかけがえのない人がね、一人いなくなってしまいました。The crowds will hit the catacombs next. I need to warn the resistance. そうです。何はなくてもね、まずはサントスの裏切りについてレジスタンスの皆さんに忠告をしないといけません。そしてもちろんね、裏切り者サントスからもらった手形ではもう通行は一切できません。とりあえずはさっさと切っていかないといけないですね。適当にね、ぶっちぎっていきましょう。さて、途中でね、車も調達しましたし、弾薬も補充しておきました。そして何よりすでに臨戦態勢ですね。Devlin, what are you doing here? Where's Veronique? She's down below with Luke and the others. Then I'll head down.
Wait! The Nazis are everywhere. We can't risk revealing this entrance. Is there another tunnel? Yes, across the street, just past the lion statue. You should be able to flank the Germans. さあ、どうやらね、周りの目があるので、とりあえずしばらくの間、ここの入り口は使えないということのようです。しょうがないんだね。ちょっと遠回りしていきましょうかね。でまあ、こういうことがありますので、致し方なくね、もう一回、この服装に着替えてまいりました。で、言ってたね、ライオン像というのはこれのことのようです。敵の目があるようですね。はい、そんなね、怪しむ必要ないと思うんですがね。どうにもね、敵さん方は慎重で困りますね。何をそんなに恐れているんでしょうか。うるうるしてますけどね。この建物の。This must be where the crowds are getting in.ドアが入り口らしいんです。もう完全に囲まれちゃってます。100% バレてますよね。